はい。じゃあ、7章を担当させていただきました、水野です。私の方からは、この教師あり機械学習。まあ、機械学習ってものすごい範囲が広いので、さすがにページ数ね、全部やってしまったら本全部埋まってしまうので、その中から、よく、まあ、コンピテーションソーシャルサイエンスで使われる、機械学習の中から、まあ、教師あり機械学習の話を、させていただきます。まあ、コンピテーションソーシャルサイエンスの中ですと、まあ、例えばいろんなものの属性を知りたいといったときに、まあ、ブラインドになってわからないものがあると。まあ、そのときには、まあ、誰かにアノテーションしてもらって、こういう属性の人は、こういう特徴を持っているっていうデータセットを用意して、それをまあ、学習して、それをまあ、教師データとして学習して、まあ、実際のデータの方に当てはめると。そうすると、まあ、ブラインドになっていて、わからないような属性っていうのがある程度推測できるというような形で、まあ、結構いろいろ使われていますと。で、まあ、それで、なので、まあ、今回は、計算社会科学の視点から、つまり社会科学と、情報科学ですかね、その2つの融合の観点から、どうやって、まあ、注意しなければいけない点っていうのはどこにあるのかというような話を、していきます。で、まず、章に沿って話していくんですけども、私の方の章立ての中ですね、説は、7.1章とか、まあ、いくつかあって、7.5章の方で、まあ、最終的に、それでは前半で説明したものを、実際の実例を沿って、まあ、こういうふうにやるんですよ、みたいな形で、本に書いていますと。なので、まあ、今回一つ一つ話してもいいんですけど、7.5で実例を話してますので、その実例を話しながら振り返る形で7.1章から7.4章までの話を、させていただきます。で、まず、まあ、目的、計算社会科学と機械学習の目的なんですけども、まあ、社会現象ですね。まあ、私の興味としては、まあ、政治的な、興味とか経済的な興味であるので、例えば、まあ、移民問題とか、そういったものの理解や制御には、社会を構成する多様な人々の属性をする必要があるというところです。まあ、どういった人とどういった人の間で、対立が起きているのかっていうことを、まあ、知りたいですと。だけども、まあ、全員一人一人の属性っていうものはもちろん分かっていないですと。まあ、ツイッターの空間でもそうなんですけど、まあ、一人一人の属性っていうのは分かっていないんですけど、書き込みとかの情報はありますと。で、誰と誰がフォロワー関係にあるかという情報もありますと。で、じゃあ、まあ、社会の分断が起きていると。まあ、どちら側の政党側につくような主張を持っている人たちなのかって知りたいんですけど、まあ、そこは書いていないと。まあ、書いていないんですけど、文章を読めば分かると。そんなような感じになっていると。そうすると、教師データとして、ある程度の集団の人たちに、書き込みと属性、まあ、アンケート調査をしてもいいわけなんですけど、そのどちらの政党を支持しているかということを聞いてやると、ある政党支持者は、まあ、こういう言葉を書きますよとか、こういうフォロワー関係がありますよというのが分かりますと。で、それを、まあ、教師データとして、使って、まあ、機械で学習すると、文章の中のどういった、特徴量というのが、その属性が表している、その属性を反映しているものだということが分かりますので、これを使って、まあ、予測していると。で、まあ、これはまあ政治だけの問題じゃなくて、マーケティングでもそうですよね。まあ、ある地域に住んでいる人たちに対して、まあ、マーケティングで、まあ、どういう店を作ったら儲かるのかとか知りたいと。そうすると、その地域の人の属性を知らなければいけないですと。まあ、例えば、人々の移動のデータ等を使いながら、その地域にはどういう人が住んでいるのかっていうことが分かれば、どういう店舗が必要なのか、需要と供給のバランスを考えると、供給でいくつか店舗があるわけですけど、既存の店舗にはない、需要は機械学習で見えてるんだけど、既存の店舗はないと。っていうときには、その需要を合わせるように、供給側から何か出店をすると、まあ、そこで社会的な利益が上がります。まあ、そういうマーケティングにも使えますと。で、まあ、あとは、格差問題とかバブルとか、まあ、そういった問題の経済とかでもあります。で、計算社会科学の上では、基本的には、ターゲットにするものっていうのは、人とか、まあ、企業とか、まあ、政府とか、まあ、そういった、人間活動をしている上のものなので、まあ、そういったものの属性を知るというのが、主な、計算社会科学での、機械学習の使い方というふうになってきます。まあ、もちろん他の使い方もいっぱいあります。
で、今のような話ですので、まあ、性別とか年齢とか職業、まあ、皆さんこういった職業の人はこういった行動をするんだろうなとか、こういった学歴を持っている人はまあこういうことをするな。例えば、そうですね、コロコロコミックみたいなものを、小学生とかの頃、まあ、皆さん読んだことがあるかと思うんですけど、まあ、コロコロコミックをまあ読んでいる人っていうのを、まあ、小学生ぐらいかなということも大体わかります。で、まあ女性誌もいくつか雑誌があるんですけど、まあこういった女性誌を読んでる人は、まあ大体40代ぐらいだろうなとか、これを言うのっていうのは、まあ玉ひろとか読んでるのは、まあ、お子さんが生まれるとか、その前後ぐらいの人だろうなとか、あとまあ趣味とか、そういったこともまあいろいろ分かってきますね。で、まあもちろん年齢もわかるし、性別もわかるというようなことで、個人属性の推定と、まあ機械学習っていうのは非常に相性がいいですと。で、相性がいいですし、どういう要因で予測しているのかっていうのは、まあ、相関の形で見えたとしても、そこから我々は推測できると。まあ、なんで、そういった要因でが、その性別とかを、反映しているものなのかっていうことも推定しやすいということで、まあ、非常に相性がいいので使われています。で、社会現象の予測だけではなく、現象を生み出す、原因の解明が必要なので、可動性の高い機械学習モデルが好まれると。まあ、機械学習の話で、まあ、教師あり機械学習というと、まあ、まあ、ラストとか、まあ、ツリーとか、まあ、決定木とか、ある以外にも、ディープラーニングとかもありますと。で、ディープラーニングになってしまいますと、結構何をやってるかわからないというブラックボックスの問題が発生しますよね。なので、コンピューテーションソーシャルサイエンスの雑誌を見ると、まあ、もちろんディープラーニングを使っているものもたくさんあるわけなんですけども、やはりなんでっていう、そういう問いに答えたいというところがあるので、やはり可動性の高い機械学習が、使われるという傾向が非常に強いです。なので、この本の中でも、可動性の高いような機械学習のモデルというのを中心に、解説をしています。で、こういった、まあ、ソーシャルメディアの中で、幼稚園とか子供服とかママ友とか、子供は YouTube 好きみたいなものが、まあ、語られたとすると、多分この人は、子供を持っている大体30代前後の女性じゃないかなっていうことが大体分かって、子供が YouTube を見ることに、まあ、肯定的な人なんだなというようなことが、まあ、推定できると。まあ、この推定させるという、ここの部分を、機械学習で、モデル化するというふうになります。行動と属性が紐づいているデータ、教師データから、行動と属性の関係をモデルが学習する、教師あり学習について、まあ、解説していますということになります。なので、まあ、機械学習っていろんな種類があるので、本の中ではいくつか代表的なものを、紹介しまして、で、やはりここでやっぱり重要なのはですね、コンピュータサイエンスであれば、機械学習の精度を競うとか、機械学習の方法を探すとかなるんですけど、どちらかというと、計算社会学の方では使うっていう立場、使って原因を生み出すメカニズムを知るということなので、教師データ、もともと与えるデータに偏りがあるとまずいわけですね。で、まあ、偏りがあるだろうということを、指摘するっていうのは、まあ、昨日の吉田先生の方からもあったんですけど、やはり教師データには、ビッグデータには偏りがありますので、それをできるだけきれいに偏りがないような形で前処理をしておかないと、代表性っていうのが失われちゃいます。ということで、前処理っていうのも非常に大切ですと。で、次に、まあ、それで予測したとしても、その予測精度がかなり高くないとですね、やはり、現象を生み出す原因だということはなかなか言えないので、予測精度の強化というのも大変切になってきます。まあ、このようなことについて、紹介していきます。さあ、機械学習を終えた、個人属性についての実例というような形で、位置情報を使って、個人属性を、個人情報、個人の属性を推定するという形、話を、まあ、本の中で書いているわけなんですけど、これどういうことをやっているかというと、まあ、教師データというのは学習データとテストデータに分けられます。これは集めてきたデータですね。教師データなので、属性と、その人の行動が紐づいたデータセットが教師データとしてあります。で、それを全部使って、モデルを作ってしまいますと、そのモデルが正しいかどうかテストする場所がなくなっちゃう。だから、教師データとして手に入れたものを、まあ、大体4対1ぐらいに分けて、その4の方で、学習しますと。モデルを作ります。で、インサン、アウトオブサンプル。違う、サンプル外の残り1割の、残り4対1の1の2割の方のデータを使って、そのモデルが正しいかどうかをテストします。まあ、そういうようなことをしますので、教師データを学習データとテストデータ。で、これ一方、経済学とか、の時の、まあ、データの解析の時っていうのは、学習データとテストデータにはあまり分けないですね。
何が起きていたのかっていうことを調べるっていうのが、経済学とかの主流になりますので、そうすると、学習データとテストデータを分けずに、全部のデータを使って、あるパロメータが優位かっていうことを調べる。で、一方で、機械学習の方は、何が起きたのかというよりも、将来の予測に近いですね。わからないものに対して予測したいということを言います。つまり、何を説明したいかであれば、インサンプルでいいんですけども、予測したいっていう時の予測がいいかどうかは、アウトオブサンプル、サンプル外でチェックしなきゃいけない。だから、学習データとテストデータを分ける必要があるということです。だからね、経済から入ってきた方々っていうのは、機械学習はこのように2つにデータセットを分けますので、そこがやっぱり一番大きな違いになるんじゃないですかね。今回のこの、人の移動から属性を推定するという実例なんですけど、これは、オンラインのアンケートモニターを使って、教師データというのを用意しました。で、東京在住の3000人を対象として、性別や年齢とか職業とか趣味とか、人々の50の個人属性を質問しました。で、同じように、その人がどこに行ったかということが知りたいので、その人は理髪店を使ってんのか、百貨店を使ってんのか、病院を使ったのかという、こういった利用頻度を聞きました。つまり、これ下のデータから人々の移動、行動履歴が分かって、行動履歴とその属性がどう紐づいているのか、ここの予測するモデルというのを作りたいというふうに思います。で、やはり、計算社会科学では、かなり人に近いところ、人の行動というものを知りたいということが、ありますので、やはり個人属性を見るということと、プライバシー保護とか、個人情報保護とか、あともっと言えば、そこは2つはクリアできたとしても、倫理の問題が入ってきます。なので、非常に気をつけなければいけないです。例えば、人々の信条とか、宗教とか、民族とか、そういうことを、やはり民族の分断って大きな問題ですから知りたいんですけど、民族を見るっていうのは、やはり倫理とかプライバシーとかにかなり差別も発生するといけないので、そこに関わってきます。だから非常に気をつけてやらなければいけないというのがポイントになっています。ツイッターの方の、データのポリシーの中でも、政党とかそういったものを個人個人を見えるような形で出すことはできないというような形のポリシーも書かれてますので、そういったところもよく読んだ上で倫理を考えてやっていかなければいけないと。なぜならば、この研究結果によって、差別とか、人の個人情報を暴いたりとか、そういうことが起きてはいけないというふうになります。はい。なので、データを集めるときの注意点、これは他の皆さんからもいっぱい出ているわけなんですけど、我々日本の国の中でも、ヨーロッパでもそうですけども、個人情報保護がありますから、これはちゃんとやっておかなければいけないことになります。利用目的をできる限り特定しなければならないというふうになっていますので、例えば、アンケートの回答を学術研究に用いることに同意します、同意しませんみたいな、これだけ聞いただけではもちろんダメで、どういう研究に使うのかということをちゃんと正しく同意を取るということが必要になってきます。こういうことをしながら、最初のサンプルデータを集める。次に、機械学習に掘り込む前に、やはりデータのチェックっていうのは非常に重要になります。データが偏っているから、偏った結果って簡単に機械学習作っちゃいますので、データの偏りというのは、なくさなきゃいけないです。で、社会を知るということは、社会を反映したデータがサブセットになってないといけないですね。で、その上で、じゃあどういったところでチェックすればいいかというと、公的統計と比較するというようなことをします。例えば、国勢調査の人口分布と今回集めたデータというのが、ちゃんと揃っているのか、ちょっと我々の今回の、オンライン調査で集めると、ちょっと若者が多いかなというような形ですね、サンプル。で、国勢調査のデータが黒で人口割合なんですけど、ちょっと若者が多いかなと。で、ちょっとお年寄りは少ないのかなというような形で、この辺に少し、偏りが出ますので、結果の解釈の時には、この部分は注意しなければいけないというふうになります。で、あと、一方で、オンラインで調査するということが、昨今よくやられるんですけど、オンラインで調査しますと、やはりパソコンを使ったりしている人、っていうのに限られてしまうわけですね。だから、よく一般に言われている、パソコンオタクばっかり集まってしまうと、やはり社会を反映していないというような形になってしまいますので、例えば、こういうアンケートを同時にして、それが総務省でやっている調査と一致しているのか、例えば Facebook を使っている利用の割合とか、Instagram を使っている人の割合とか、LINE を使っている人の割合とか、こういうところを総務省の、公的な調査とチェックをすることによって、サンプルに偏りがない、つまりオンラインに過度に偏った人ではないっていうことをチェックする必要があります。
まあ、こうした上で、次にデータを作るんですけど、データを作った上で、今度機械学習をしますとですね、結構データの偏りがあることによって、それを学習してしまうことがあるので、そこのチェックもしながら、データの修正が必要になります。例えば、不均衡なデータとして、例えば格闘技を趣味で行っている人は全体の22%、あ、2.2%しかいませんと、今回アンケートしました。で、つまり機械学習の方でですね、誰も格闘技が趣味ではないというように常に回答する、そういったモデルを作っちゃうというふうになります。で、こうしますと、正解率は97.8%ですので、実は格闘技と関係する人々の行動をしているかどうか、つまり、後楽園によく行くとか、そういうことですね。そういうことを使って格闘技が趣味かどうか判別するという機械学習が行われないで、ただ単に格闘技のユーザー、好きな趣味の人が少ないので、ただ単に全員格闘技趣味じゃないって答えるようなモデルを作ってしまうことがあります。なので、本来作りたいモデルとしては、行動によって、格闘技が趣味なのか、そうじゃないのかっていうことを知りたいので、この、不均衡な、データを修正して、学習しなければいけませんということになります。で、そういった時には、一般的によくやられる方法として、ダウンサンプリングとオーバーサンプリングがあるんですけど、まあ、オーバーサンプリングっていうのが、まあ、非常に良いでしょうと言われています。例えば、やり方としては、格闘技趣味のユーザーをランダムに1人選ぶと。で、まあ、例えば、この人、格闘技趣味ですね、と。で、この人、各施設の利用頻度が、この格闘技趣味の、愛一さんに似ている、他の格闘技趣味のユーザーを4人連れてきますと。1、2、3、4人。これらは、この愛一さんと、非常に施設の利用、どこに行くかっていうのが非常に似ている人がです。で、このランダム、この中からランダムに1人選んで、例えば11さんが選ばれるというふうになります。で、この X1 さんと X11 さん、まあ、施設の利用っていうのは似ているんですけど、まあ、ちょっとは違うわけですよね。まあ、病院を頻繁に、11さんは、病院を頻繁に使うけど、X1 さんは、あんまり病院を頻繁に使わないとか。まあ、移動の仕方に違いがありますので、この二人の中間みたいなもの、まあ、ウェイトをつけて中間みたいなものを新たに人工的なユーザーとして、格闘技趣味のユーザーとして R1 というのを作るということをします。で、この動作をずっと繰り返すことによって、人工的に格闘技趣味の人を増やすことが、で、いろんな格闘技趣味の人と共通点を持った人を人工的に増やすことができて、こうすることによって、格闘技趣味じゃない人と格闘技趣味の人を半々にすることができる。で、半々にすれば、あとは、行動がどう違うのかっていうのを学習すればいいので、それを機械の中に掘り込んで学習させましょうという話になります。で、じゃあ学習なんですけど、いくつか、まあ、計算社会学の論文を見てやりますと、最近は、まあ、精度がいいと言われている、ランダムフォレストとか、XG ブースとか、そういったツリー系のものがよく使われて、それしか使われないっていうケースもあるんですけど、まあ、多くの論文では、まあ、いろんな手法を使っています。いろんな手法を並列して全部使って、まあ、どれでもロバストな結果が出てくるんですよと。で、まあ、精度を上げるんだったらこれがいいんですよ、みたいなことがあります。といっても、コンピュータサイエンスではない、まあ、専門のコンピュータサイエンスではないので、1%とか 0. 何の精度を上げるために、パロメータを細かくチューニングするかというと、そういうことはしないですね。誰がやっても同じような結果が大体得られるというようなことを、まあ、肝にしていますので、パロメータっていうのはたくさんあるんですけど、大体デフォルトなパロメーターか、まあ、分かりやすい、ちょっといじっただけのパロメーターっていうのが使われるということになります。なので、あるパロメーターでできるだけ精度を上げなさいっていうことは、計算社会科学では求められないで、あるモデルを使うと、これぐらいの精度が出ますよ。だから、このモデルを使うのが結構いい、こういった問題の時にはいいんですよっていうような形が、よく使われます。で、この、まあ、よく使われるモデルとして、ラストとかリッジっていうのが、まあ、一番簡単なモデルであるんですけど、ラストとかリッジっていうのは、年齢当ての問題があるとすると、まあ、学校の登校回数と、結婚式に何回ぐらい、結婚式場に何回ぐらい行ったかっていうと、病院に何回ぐらい行ったかっていうのが、この年齢を当てるのに重要で、例えば登校回数が増えれば増えるほど、まあ、多分学校に行くので若い人だろうと。で、結婚式、通院回数が多ければ多いほど、まあ、多分お年寄りなので、通院回数が多い人は、年齢が高めだろう。で、これを線形で、重回帰で足し算して、この重回帰のこのパラメータを見積もるというのが、ラストとリッジというような形になります。
で、機械学習の中には大量にパラメータ、いろんな説明変数を大量に掘り込むわけですから、どの説明変数が重要なのかという絞り込みが行いたいというときに使うのがラッソになっていて、できるだけ少数の説明変数から予測するということをします。つまり、この普通の重回帰分析、最小次乗法で、重回帰をするわけなんですけど、そこに、ここの係数ですね、説明変数の前についている回帰係数なんですけど、この回帰係数が、できるだけちっちゃくなるようにと、すると。で、この回帰係数が大きくなればなるほど、ペナルティがかかるというような形で、回帰を行う。こうすると、重要な変数だけを残す。予測の上で重要な変数だけを残して、それ以外の変数を、捨てていく。回帰の係数をゼロにするというようなことが行われていて、予測の上で重要なパラメータが何なのかということを知ることができます。だから、ここから言うと、人間で言うと、先ほど格闘技が好きな人は後楽園ホールによく行くと。そういうようなことが、自動的に出てくるというふうになります。で、リッチは、ちょっともう一つ逆で、できるだけ多くの説明変数を使おうということになりますと。例えば、そうですね、大病院と、あと診療所みたいなのがあるんですけど、お年寄りっていうの場合は、大きな病院にもよく行くし、診療所にもよく行くというふうになります。で、説明変数としては、例えば診療所に行く回数が、ほぼ使う、だけを使っても大丈夫なんですけど、それだと、ある人は診療所ばっかり行く人っていう特殊な人がいるといけないので、病院、大病院に行くっていうのと診療所に行くっていうのを両方使いたいというようなことがあります。両方半々ぐらいに使いたいなっていう時に、両方使いましょうというような形で、モデルを作るのがリッチでして、できるだけ多くの説明変数とかだと、説明変数1個だけにするとノイズの影響を受けちゃいますので、そのノイズを打ち消すためにできるだけ多くの説明変数を使うというのが、リッチになっています。ここの後ろにこういったようなペナルティー項を入れると。そういったようなことをして、年齢当ての、ラストのパラメータを見てやりますと、診療所とか理髪店とか博物館とか利用する人が、年齢が高めなんだっていうポジティブに聞いてくることが分かりまして、学校とか結婚式場とかショッピングモールとか、ゲームセンター、カラオケとか海とか、そういったところによく行く人っていうのが、若い人なんだっていうことがパラメータから分かってきます。性別の方も、よく分かりまして、理髪店行く人は男性に多くて、美容院行く人は女性に多いってことが分かります。アウトドア好きがやっぱり男性が多いなとか、野球観戦好きが男性が多いなってことが分かりますし、歯科医院ですね、歯をきれいにするとか、そういったところ、歯石取るとか、そういったところは女性が多いんだなっていうことが、データから見えてくると。こういうことで、人の移動から属性が分かってくるというふうになります。他にもナイーブベイズ、こういった方もですね、こちらは、説明変数が他の説明変数に対して独立であるという仮定数。さっきラストの場合は関数形自体を、線形で仮定したんですけど、こういうふうに何かいろいろ仮定を入れるものっていうのは、実はデータをそんなに使わなくていいので、データが少ない場合というものの時に、予測精度っていうのが結構出ます。で、あと他の方法ですと、関数形とかこの独立性っていうところまで推定するとなると、データはたくさんないといけないですね、というふうに。これは、ある都市にいる人物をランダムに選んで、その人物が女性である確率はおよそ0.5であると。で、同じくある都市にいる人物をランダムに選んで、その人物が年間に4回の頻度で美容院を利用する人物である確率は0.65であると。で、女性が年間に4回の頻度で美容院を利用する確率が、女性っていう条件付きで4回美容院を利用するという確率が0.95であるとすると、じゃあ、年間に4回の頻度で美容院を利用する人物が、女性である確率っていうのは、ベイズの定理よりこうなりますと。ということで、女性である確率、全体で女性がどれぐらいの割合がいるかっていうのと、美容院を4回使う人はどれぐらいの確率でいるかっていうと、女性だと、どれぐらい4回ぐらいの確率で、美容院使うかっていうのが分かると、そのままこれ移行すると全く同じ確率になっていることが分かるので、ここからこちら側の左側が推定できて、計算できて0.73ということが分かります。で、これが、デパートメントストアを使う人が、女性だとどれくらい使うかとか、そういったものが加わってくると、より女性であるという確率が、推定結果がどんどん上がってくるというふうになります。で、また、分母を見てやりますと、ここには女性とか男性とか、LGBT とか、性別に関する情報って一切入ってないですから、そうすると、男性か女性か、女性か女性以外かを分ける場合であれば、分母のところ、ここの、回帰、利用ごとの確率っていうのが見積もれれば、男性か女性かを分けることができるというふうになります。
で、これが、まあ、難易度ベース分類器と言われています。はい。で、あとよく使われるもの、まあ、古典的によく使われるものは、サポートベクターマシンですね。サポートベクターマシンですと、これはまあ男性と女性だけを連れてきて、男性と女性を分ける問題なんですけども、横に施設の利用回数、ある施設の年間の利用回数、ある施設の他の施設の利用回数と取ったときに、まあ男性は、施設1も施設2も利用回数結構少ないんですけど、女性はまあ、まあこのような形で男性とは違った仕組み。で、サポートベクターマシンというのは、どこかで線をビシッと、直線で線形の線を引いて、この男性と女性を分けるというふうなんですけど、こういうような形になると、どこで線を引いても、なかなか男性と女性で分けられないですよね。なので、これに何か適当な関数を掛け合わせて、X 軸を新たに、男性引く15回、まあ、こういった形、第1の施設を使う、頻度と第2の施設を使う頻度をちょっと変換したもの。で、あともう一つ Z 軸として、第1の施設を使う回数と第2の施設を使う回数の掛け合わせた新しい Z 軸っていうのを用意すると、この部分が前にこうやって飛び出ると、ここで線形の平面をスパッと切ってやると、男性と女性を分けられるというような形になっていきます。まあ、こういうような形で、変換をすることによって男性と女性を分ける、そういった面を、そういった平面を探すというのが、サポートベクトル、まあサポートベクターマシンというふうになります。あとは決定義もよく使われて、よく精度が出る方法ですね。これは理髪店に行く人っていうのはほぼ男性であると。理髪店に行かない、そして美容院に行く。で、美容院に行って病院に行く人は、ほぼ女性であるし、美容院に行くけども、病院に行かないっていう人は、まあ、比較的男性の割合が高いし、百貨店に行か、病院に行って百貨店に行く人は女性の割合が高いし、百貨店に行かない人は男性の割合が高いみたいなことがわかります。で、ここでどういったもので分けてやると、男性と女性をきれいに分けられるのかっていうのを探すっていうのが、決定義になります。だから、教師データを与えて、どういう条件をすることによって、加えていくことによって男性か女性かを分けられるっていうのが決定義になります。で、この決定義っていうのは、理髪店に行くか行かないか、病院に行くか行かないかっていう、こういう順番がありますので、この順番を、バラバラに、いろんな順番を取れるように、説明変数の数を少し減らして、様々な決定義を使って、予測をして多数決で決めるようなものっていうのがランダムフォレストと言われていまして、まあこれがかなり精度が良くて、いろんな論文で使われるというふうになります。で、あと予測精度の強化ですね。これまあ最近の COVID の話もあるんですけど、正解が男性で、モデルで男性が男性と予測したと。モデルが男性と予測した。正解が男性以外で、モデルが、男性以外と予測した。つまり、ここ、true negative と true positive っていうのが多くて、れば精度はいいんですけど、他に正解が男性で、モデルが男性以外と予測したっていうのと、正解が男性以外で、モデルが男性と予測したっていう間違いの部分があるので、どっちの間違いを減らすのかっていうところがやはりポイントになっていて、この二つを、加味して考えましょうというのが F 値であったり、マシューズ、相関係数だと言われている、まあ、というものです。ただ単にこの正解の数がどれぐらい多いのかっていうのを見るのが、アキュレシー、正解率なんですけど、まあ、こういったものがあります。ということで、どちらのウェイトをつけて予測の精度を上げるかっていうのが、機械学習でポイントになります。だからこれは知りたい社会現象がどっちかっていうのとやはり関係してくることになります。はい、まあ、こういったものでやりますと、精度がどれが高いのかっていうと、ランダムフォレストとか、ランダムフォレストを拡張したような XG ブーストとか、ライト GBM、まあ、最近だとキャットブーストとかあるんですけど、そのものが結構比較的精度いいですよと。で、思ったほどラストっていうのは大体精度が悪いってことはなくて、ランダムフォレストより悪いんですけども、ラストもそこそこ精度が出ますと。で、ラストにしますと、まあ、線形モデルで、どの方が効くか分かりますから、結構、社会的な、原因っていうのが分かってきます。で、最後、留意点なんですけど、まあ、最後、機械学習はあくまで予測精度を最大化するように目的変数と説明変数との相関を利用していますと。はい。だからですね、あくまで予測であるって因果ではないので、因果は人間が考えなきゃいけないんですね。そこが機械学習と、社会学を接続するところです。例えば、保育園を利用する人物は所得が低いので、所得を予測するのに保育園の利用の有無を使うことができる。これはまあ予測の意味で使います。しかし、保育園を利用すれば所得が下がるわけではないですね。保育園を利用するってことは、つまり若い世代だということを意味します。
若い世代だから、まだキャリアがそんなになくて、所得が低いわけですよ。だから、保育園を利用すれば所得が下がるわけじゃないんです。予測の意味ではいいんですけど、因果の意味では使えないわけですね。はい。なので、可読性が高い機械学習を利用しても、直接的に読み取れる結果は相関、予測の上での相関があるので、因果は相関を手がかりに人間が関連する知見を見つけなくちゃいけないというふうになります。だから、機械学習と社会科学の、知見の融合っていうのが、とても重要になります。じゃないと、相関で勝手に何かを言うと、間違えて、保育園っていうのはとんでもないところだと。保育園っていうところがあると所得が下がってしまう。みたいな、間違った政策判断になってしまいますので、ここはちゃんと社会科学と機械学習の融合。で、特に機械学習は相関であって因果ではないってことを、はっきりと覚えておく必要があります。だといっても、因果を知る上で、この相関っていうのは因果を知る上で手がかりになりますので、相関を知るってことは、まあ、とても重要なことなんですね。なので、どういう効果が効いているのかっていうのを、ある程度はっきり知りたいという意味で、ニューラルネットワークっていうのがあまり使われないというような形です。つまり、人間が理解できる低次元空間で紐を解くことができなくなってしまうので、なんだかよくわからないというブラックス問題が発生します。でも、まあそうは言っても、昨今は、説明可能な AI とか、可読性のある AI とか、ニューラルネットワーク、ディープラーニングのホワイトボックス化っていうのがどんどん進められていますので、こういったところの技術っていうのが発展してくると、まあ、ある問題ではニューラルネットワークの方が精度が高くなっていますので、こういったニューラルネットワークっていうのも計算社会科学で、よく使われる、そういった時代になるかというふうに思います。で、あと5分ぐらいですかね、35分なんで。あと、ちょっとだけ最近の話題で。じゃあ、あとよ、まあ、こういった機械学習を使ってどんなものが最近やられているかって、2020年の論文って結構、この間アメリカの大統領選あったので、結構世論操作の疑惑の問題を機械学習で使ってっていう論文が去年結構出てきましたね。これはま、どういうことかっていうと、Facebook も Twitter もそうなんですけど、まあ、彼らが、問題を起こした、こういった世論を操作するようなところのアカウントっていうのを発見したら、それを、Twitter の方で公開しているというので、これを教師データに使って、世論操作をしているものが、どういったものなのかっていうのをディテクションするっていうのが、去年論文に結構たくさん出ていました。で、まあそういったものを使って、教師データとして学習してやりますと、この辺の論文は、SVM を使うと 60% ぐらいの精度で、そういった、世論を誘導するようなアカウントが、見つけられますよとか、あと、そのユーザー、ツイッターのユーザーの属性情報ですね。何時に書き込むとか、どういうキーワードを作るとか、いつその、アカウントを作ったのかとか、そういう情報を入れると、サポートベクターマシンで 70% ぐらいの精度に上がりますよとか、あと、重要なメタデータはどういうものなのか。実は中国とかロシアとか、ベネズエラで、そういった、アカウント、操作をするアカウントの特徴っていうのは実は違うんですよとか、反社のアカウントっていうのは特定のスレッドに集中していますよとか、こういったものが相関の情報として得られて、それをまあ、社会科学的に解釈する。で、ここで使われている論文も、Python の中のランダムフォレストのライブラリを使って、もうハイパーパラメータはデフォルトで走らせるということをしています。まあ、こういったものを使うと、例えばロシアのものですと、そういった、ものを検出するのは非常に難しい。なぜならアメリカ人ユーザーと同じように行動していることが最近分かったからとか、ベネズエラだと意外に簡単に情報操作をしているロボットとか人間簡単に見つけられますよとか、あと、ハッシュタグなんですね。そういった情報操作をするような、人々のアカウントが、ハッシュタグで分かりますよっていうことが世の中に知れ渡ると、急にそのハッシュタグを使わなくなってくるとか、こういった時間変化っていうのも、最近サイエンスアドバンスとか、こういったところの論文っていうのに、結構出ています。で、あとまあ、対象を人間としているので非常に面白いことっていうことが一つあって、機械で予測した精度が正しいかどうかっていうのが相手が人間なのでアンケート調査で調べることができるんですね。例えば、あなたはまあ、直接は聞いていないんですけども、情報操作をするアカウントだと判断できるっていうようなアンケート調査を実施することによって、その機械学習で当てた人が本当にそうなのかどうかっていうアンケート調査を行う。つまり、対象を人間としているので、正解かどうかっていうのを人間に聞くことができる。こういったアンケート調査を合わせて、流出したものを使って、機械学習でどういうアカウントが怪しいかっていうのを発見して、そのアカウント本人に聞くということっていうようなことも、計算社会科学では、最近よくやられるというふうになっています。では、私の方からは、はい、以上になります。どうもご清聴ありがとうございました。